昨日は雨が降り、あったかい雨が降って、今日も気温が上昇してっていうことで、水温もある程度上向き加減ではないかなということで期待してやってきております。で、それでもやっぱりある程度スローダウンしなきゃいけないのかなっていう固定概念ねがあるから、スローダウンしたいと思います。以前はソルティーコーチューブ使ったけど、あの系統の釣りなら他にもいろいろできると思うんで、いろいろやっていきたい。こういうのとかね、マンブね、これでもいいと思うんだが、今回はこれカバースケット 2.5 インチの入ってる袋なんだけど、なんか坂又とかマンバとかいろいろ入ってるねまあ今回はね、マンバではなくてこいつ、西田ルアーワークスさんの西根ナマス使っていきましょう。まあちょっと友人チートの投稿でね、もう一回使っちゃってるんだけど、こいつでやっていきたいと思います。西根ルアーワークスの中で、まあ、個人的に一番没個性的かなとか思っちゃってるやつなんだけど、西根さん的にはめちゃくちゃの自信作らしいんで使っていきましょうかね。塩が非常にたっぷりと入った高比重系のワームです。だからノーシンカーでも全然使えるというタイプだと思うんだけど、高比重系ワームなのにめっちゃもっちりふにょふにょしてる、柔らかい、ここがね売りだと言っておりました。まあ、その分耐久性に何かありそうなんで、これワームグルーね、補修液で針が通るところは一応補修しておきましょう。まあね、塩入りワームの傑作といえばゲイリーがありますよね。ゲイリーマテリアルを用いてゲイリーワームね、あると思うんですけど、あれがねやっぱりいいと言われる理由ね、コピー品とかめちゃくちゃ出てると思うんですよ、線香とかね。なのにやっぱりゲイリーだなって、本家本元のねゲイリーだなってなってる理由としては、あのマテリアルにあると言われております。で、あのマテリアルの何がいいのかは分からんけれども、おそらくその塩の保持力が弱い、なんか溶け出しやすいっていうね、水にっていうのと、めちゃくちゃ塩が入ってるのに柔らかい、線香なんかただ巻きでうにょ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 って動くぐらい柔らかい、じゃんじゃんっていうことで、まあそういう風に JD マテリアルはいいのかなと思うんですが、この西根ナマザに使われているマテリアルはそのゲイリーに匹敵すると言われてじゃねえな、言ってます西根さんが。そう、高比重で柔らかい、そんなマテリアルに今回はかけていきましょう。フックは DAS オフセット50、ちょっとでかいか、でかいっていうか長いかな、うん、ほんとケツだけプリプリって感じですね。もうちょいちっちゃくてもいいけど、ヘッドがヘビーなんで、ナローのフックだと合わんかもしれんね。スリットを入れるとか、ワイドゲープのショートシャンクの針使うとか、そっちの方がいいような気がしなくもないです。さてと、やってきたよっていうね、池の角、プラス最深部につながるところです。ちょっと投げたら、水深8メーターっていうとこから一気にシュワーって上がってくる場所の角ですからね。しかもウィンディーサイド。こう、太陽光によって、全体が温められていく中で、風によってその温められた表層の水がここに溜まってきて巻いてくるっていう、感じかな、知らんけど。で、ここら辺すごい木とかがね堆積しておるんで、で、あとさっきね、ウがいっぱいいた、3匹ぐらい、そんなおるっちゅうぐらいおったんで、 9.2 度、まあまあですね。なんで期待値高いですよ。ウがいるってことはバスいるやろ、バスかコイかフナか知らんけど、ウが食べるのはでかい魚だからね。で、やることは釣るべき。ノーシンカー、高比重のノーシンカーの釣るべきですよ。風強い。もうそれだけ。で、あとはタイミングかな。まあ、ここは魚探で一回かけてるんで、あそこ、あっち方面にピーって投げたらもう8メーターですからね。スーって上がってこれる場所。ニアディープシャローです。まあ、あとはこれの繰り返しですさ。風強えな。まあこんな釣り相当俺の中でスローだからさ、嫌になるなと思ったけど、釣れたら、あと慣れたらおもろいなやりゃおもろいな、なんでも自分の中でこの釣りのリズム感とかイメージがすごいはっきりし始めたら楽しくなってくるね。んなんちったかちったか投げた方が楽しいやんけって思ってる中の1投15分ですから、このさ、下野流アクション、竿めっちゃ立てるやつこれがちょっと楽しい。この今までこういう風にね
こんな感じで糸のさ、なんていうか竿の角度浅くしてさ、こっからのフッキングストロークを稼ごうってしてたんだけどさ、じゃなくてさ、めちゃくちゃこうライン出してさ、竿めっちゃ立てるこの感じね。ルアーを動かすより止めておくことにフォーカス当ててやるなら、これめちゃくちゃ気持ちいいわ。何かって言ったら糸がベラーンって出てる量がねすごい多いのよ、竿を立ててるから。それがねやっぱり張らず緩めずっていうベストなラインのテンションのかけ方にいい作用をもたらしてくれてるような気がしなくもないあと一番やっぱ感度が良くなるな、この竿とラインの角度的な問題で。この竿とラインの、ね、角度がね浅くなるっていうか鈍角になるとさ、感度悪くなっちゃうからさ、90度どころかもっと鋭角にこうなってるからさ、もうめちゃくちゃ竿の、感度っていうかその分がいいね。もううるさすぎるぐらい。ただしちゃっちゃかちゃっちゃか動かすとダメ。基本ポーズ待ちの釣りの作法だな。でこれが気持ちいいな、やってて動かしすぎない。いやでもこの釣りはもう完全にタイミング待ちだもんな。もう海釣りみたいな感じだよね。潮が動き始めてからみたいな潮次第みたいな、ね、そんな世界だな。いやこういう釣りしてたらメインでね、そら場所が9割釣り方なんてなんでええねんみたいになるわなね、確かに何でもいいっちゃいいもんな。さすがにエラストマーの浮力の高いワームで同じことやれって言ったら無理やけど、重たいワームならもうシンカーつけてもいいけど、何でも使えるからな。ソロコアでもマンバでもニシネナマズでもセンコアでもね、ジグでもいいしキャロでもいいし、ダウンショットでもね、リーダーレスダウンショットでもいいし、何やってもいいもんな。やってること置いてるだけだもんね、移動させて置いてリグの差出ねえよ。ワームの差は出るかもしれんけど、まあそんな気にしてもしょうがないっていう世界よな。あとは魚が食ってくれるのを待つだけです。餌釣りかましたけど、いやー今日は魚が回ってこんかったねいやー魚次第ですからね、この釣りはタイミング次第みたいな。今日はダメだったか、こういう日もあれやまあ前釣れたところと場所が違うからな、この場所でいいんかどうか怪しいところなんだが、いやでも悪いとは思ってないんだけどね。ニアディープシャロー全然悪くないと思うんだけど、今日は魚がおらんかったということで、おらんかったんか回ってこんかったんか、まあ、両方か分からんけど、まあ今の時期9度っつってもな、回ってくるってなかなかないやろうなってなるとおるやつなんてダメか。まあでも9度あればそれなりのサイズの魚なら回ってきそうだけどね、頻繁には回ってこないだろうけど。今日はダメだったね、難しいところですわ。まあでもなんかあれだな、焦らなくなったね。なんで釣れんの、うわもうどうしていいのとかなんないもんな、もうこういう釣りしっとけえんでしょみたいなのがあるからね。まあもちろん季節の進行に合わせてもうちょっと釣り方を変える必要もあるんやろうけど、まあただ冬から春にかけては効くでしょこの釣り。あとはもうポジションの問題とね、自分のリズムの問題だから、まあ、このスローな釣りがやれないっていうのがね、嫌だっていうのがもともとあったんだけど、もうできるわ、むしろこれでしか釣れる気がせえへんくなったら途端にやれるようになっちゃった、いいね。もうあとはもう魚がね来てくれるだけだからでもまあ動画的にな、また坊主動画ですわ、どんまい、またなんか言われるかな。別にいいよこれに関しては。やっべえライン凍ってきたな、凍ってきた糸が。寒いんだよな言うてな、風強いし。
じゃあまた来週。来週来週ということで、いらっしゃいます。